ラビットの絵本である猫のリビーが犬のダッチェスをティーパーティーに招待する手紙を送った。そこにはパーティーにパイを振る舞う胸が書かれており、リビーをディナーに呼ぼうとしていたダッチェスはティーパーティーに参加する胸の手紙をリビーに送る。リビーが自分の食べられないネズミのパイを出すのではないかと心配したダッチェスは自分がブリキの焼き型を入れて用意していた子ュとハムのパイを リビーのパイと入れ替えてしまうことを思いつく。一方リビーはダッチェスからの返事を受け取るとすぐにネズミとベーコンのパイをオーブンで焼き始めた。リビーが使っていたオーブンは2段になっており、上の段はリビーのパイには火が強すぎたため、リビーのパイは扉を開けるのに力がいる、下の段に入れられた。そしてリビーはパーティーの支度を整えて他の食材を いとこのたびたの店に買いに出かけたが、その道の途中で、ダッチェスに会う。二人は、え尺だけで別れるが、ダッチェスは、リビーの姿が見えなくなるや、いなやリビーの家に向かって走り出す。買い物を終えて帰宅したリビーは、裏口の方でもノートを聞く。不審に思ったリビーは、家の様子を確かめて回るが、いろいろな箇所が出かける前と変わっていた。一方、ダッチェスは、自分のパイを、 リビーのオーブンの、ちょうど、良い具合に温まっていた上の段に入れて、家に帰り、ネズミのパイがどこにあるのか気にしつつも、パーティーに出席するための身支度を整えてから、改めて、リビーの家に向かった。ティーパーティーが始まり、パイが出される。ダッチェスは出されたパイをすぐに平らげてしまい、パイ皿の中に焼き型を探し始める。ダッチェスがパイを用意したことを知らないリビーは、機嫌を悪くして、 パイの中には焼き型は入っていないというが、ダッチェスは自分が焼き型を飲み込んでしまったと思い、具合が悪くなってしまう。そして、リビーに医者の笠崎先生を呼んでくるように頼む。リビーが出かけている間に、ダッチェスはオーブンの型から何かが焼ける音が聞こえてくるのに気づき、オーブンの中を確かめる。するとそこにはちょうど美味しそうに焼けたダッチェスのパイがあり。 良い匂いを放っていた。そこでダッチェスは自分が焼き型ではなく、ネズミのパイを食べたので気分が悪くなったことに気づく。ダッチェスにとってこのことを話すのはあまりに極まりが悪かったので、ダッチェスはパイを裏庭に出しておき、後で取りに来ることにする。そして、カササギ先生からパンを丸めただけの薬をもらって、飲んで、丁寧な挨拶を言って、リビーの家を後にした。 少しして戻ってきたダッチェスが裏庭を覗き込んでみると、カササギ先生と小ガラスたちがパイをついばんでいた。それを見たダッチェスは恥ずかしくなって何も取らずに家に帰った。少ししてリビーが裏庭に水を汲みに出てみると割れた。パイ皿と焼き型が転がっていた。それを見たリビーは、驚き呆きで、ティーパーティーには、今度からいとこの旅田を呼ぶことにした。ありがとうございます。